にゃーん、日本一感動の好きなモデルこと、こちゃんでございました。今日は何、今日は六本木クラス第8話。現在ですね、時刻は2時ぐらいになるんですけれども、昨日の夜中の12時にですね、六本木クラス第8話が公開されまして、まあ一応その感想を皆様にお伝えしたいなというふうに思ってます。これ何度も見てる方にはちょっと申し訳ないんですけども、まあ、初めての方のようにご説明すると、これ六本木クラスが1話から先月ぐらいから始まり、生活から始まりまして、こう1話から毎話イテオンクラスとのこう比較だったりとか、僕なりの感想というものをお伝えしているという企画になってますので、まだこの8話から見られる方は、まあ1話からぜひ追っていただいて見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。現在第8話ということで、ここが一番僕の大好きな六本木クラスの一番の山になってくる、一番面白い盛り上がってるところの和の話になるので、めちゃめちゃ気合は入ってるんですけども、例えばイテオンクラスでいうと、これはですね第9話10話の話になりまして、急にねキムダミちゃんがアンボヒョンから呼び出されまして、宮部新のお店でいうと、まあ、葵ちゃんがですねリュウガーに呼び出されまして、まあ、下のカフェでお茶をしてくるという感じで、まあ、要はスカウティングされちゃうという、シーンになるんですけれども、ここがまあ一番の6分です。僕一番感動したところでもありますので、まあ、これどんな感じかっていうとね、まあ、このスカウティングをするときに、自学とかの話からあって、まあ、年収が今1000万ぐらいもらってるよみたいな話から、じゃあもううちだと、ちゃんがだと、長屋、ちゃんがイコール、まあ、長屋だと、2500万ぐらい出すよと。そしてまあ、龍河だと、鼻高々にして、2500万円を出すよっていうことで、まあ、葵ちゃんをスカウティング、要は、まあ、プレゼンするんですけれども、すごいとこ、葵ちゃんが、まあ、乗ってですね、さすが、こう、ちゃんがの丈夫っていう感じで、こう、盛り上げて、そして、まあ、名刺に電話番号をですね、登録しますねって言って、携帯をこう、いじって、携帯を置いたと。ここで録音が実はされていて、ここからのシーンがとんでもないシーンになっていくという話になるんですけれども、それがね本当にすごいストーリーでして、葵ちゃんは要はこう龍河をこう立ててね、葵ちゃんが昔の話を掘り下げるんですけども、そのうちの店長、まあ、宮部新の、お父さんをひき逃げされたのってどうなんですかみたいな話から、その過去の12年前の事件の話を掘り下げて、それでポロッと龍河が言ったことに、パッ以上っていう感じで録音をピッと切って録音を見せて、実はこの龍河ちゃんがに行くっていう、今までのこう乗り気のスタイルだったものを一点真逆にさして、もう私は宮部新が大好きだと、まあ、パク・セロイが死ぬほど好きなんだと、そしてこのパク・セロイが死ぬほど好きだけど、パク・セロイの頭の中は忌まわしい忌まわしい、ちゃんが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 長屋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 の一点張りだということで、もう私が一からもうその虫けらでもう葬り去ってやるみたいな感じのバチコーンってこうね、マジ行っちゃうのっていうところからガラッとこうね背負い投げしちゃうっていう、シーンでもあるドラマ、脚本、ストーリーになってるので、本当にこれはぜひ8話見逃せないかなっていう、六本木クラスでいうと8話をぜひ見ていただきたいと思ってます。もうイテオンクラスでいうと9話10話、本当に最高に盛り上がるシーンなんで、これはぜひ見ていただきたいなっていうふうに思ってます。ただこれはもう全然イテオンクラスのクオリティのもう10分の1ぐらいのクオリティでして、理由を言うとね、まずねオストが悪い、間違いなくオストが、まず後ろのバックミュージックがダサいのと、効果音が弱いんですね。コーヒーを置くときにバンって置くシーンとかも、イテオンクラスとかガーンってもう結構うるさいんですよ。こんな感じで、もうこんな感じか、こんなぐらいね音しちゃうんですよ。ごめんなさいね、動画上響いたらごめんな、申し訳ないですけども、こういう効果音とかがやっぱイテオンクラスかなりリアリティのある、本当に怒ってるっていう音とか、やっぱそういうバックミュージック、怖い音楽とか、その一発逆転の、バックミュージックっていうものをやっぱ流すというところが、これは六本木クラス本当にちょっと真似していただきたかったなっていうふうに思う
シーンでもありました。例えばこう水をねバーンってかけるシーンとかもすごい細かいんですけれども、六本木クラスはバーンってこう水みたいなものをこうかけるんですけれども、熱々のコーヒーとか湯気がブワー立ってるコーヒーをベチャってかけるんですけども、まあ、それでも実際かけてるわけじゃなくてもお茶とかをねしっかりかけて、ちゃんと茶色い液体がですねこのアンボヒョンの顔にバーン当たって熱ーっていう本当にコーヒーが当たったかのような、再現のシーンというものだったりとか、そういう細かいこだわりというものがやっぱりイテウォンクラス本当にすごいなって見てて僕は思いました。いつもね六本木クラス見てイテウォンクラス見てそれで今この動画を撮るっていうのが僕の流れになりますので、まあ、ぜひぜひこういう細かいところにも目を配っていただけると六本木クラスはそこいいものになると思いますし、イテウォンクラスは本当にすごいなっていう風に見ると思います。そしてその次に流れになっていくんですけども、それで自白したことによってですねもう警察に捕まっちゃって龍河が終わる、要はこう陥没していくっていうストーリーになっていくんですけども、お父さんはやっぱり龍河をこうね守るって言ってたんですね。そしてこう周りの味方のこの社員とかもみんな龍河を守るって思ってたんですけれども、まあ、右腕になる女性の稲森泉さんがですね社長会長を解任させるっていう動きをパクセロイと一緒にこう目論んで話を持っていくんですけれども、そしてじゃあ解任の時になって龍河を見捨てないんだったらもう解任させて会長を引きずり下ろすというところで順風満帆に言ってたところ、まあ、会長が龍河を見捨てるっていう風に最終的にはなるっていう、もう本当に大どんでん返しの激しい輪になるんですね9、10話というものは。ただそのやっぱ六本木クラスに関しては本当に話数的に足りないので、やっぱり本当にこうちょっと感動が薄いし、やっぱり役者自身のそのやっぱ会長と龍河のやり取りっていうのと、やっぱり会長とそのアンボヒョンのねやり取りっていうのはもう全然同じ話とやっぱ同じシーン同じ場所でやるんですけれども、やっぱりこう置いてある小道具だったりとか背景ですよね、あとはその役者の本気度みたいな、もうあと殴るシーンの効果音とかもバーンってなんか本当に殴ってるかのような痛々しいシーンで、その後にやっぱ龍河の顔、まあ龍河じゃなくてアンモヒョンの顔を見るとですね、本当に頬を殴られたようなこう赤くメイクとかもされてたりとか、細かいこだわりがやっぱり本当にこう僕みたいな視聴者とかはやっぱ感動、やっぱり迫力のあるハラハラドキドキさせる感情をですね生むんじゃないかなというふうに僕はこの六本木クラスとイテウォンクラスを見て思いました。これ本当に本当にもったいないなっていう、こんな素晴らしい脚本をなんか淡々とこうパーッと終わらせちゃう六本木クラスがなんか本当悲しいし、といけるんじゃないって本当に僕は見てて、効果音とかでバックミュージックとかもちょっとこだわってさ、なんかかっこいい本当にハラハラドキドキするようなシーンとか再現させるような音楽を流してほしかったなとか、いろいろ本当に思うことはありましたので、視聴者はどう思うか分かりませんが、僕なりにはそういうふうに思ったっていう感じではあります。あと以上9、10、11、12、13、まあ、でしかも残り、後半戦ということで長屋と宮部新の戦いがやっぱ始まりますし、ここからどうこう宮部新のお店宮部を大きくさせていくのか、まあ、パクセロイで言うと3番もイテウォンクラス IC をやっぱ大きくさせていくのかっていうストーリーになっていくと思いますので、ぜひこの後も僕9、10話と追っていきますので、ぜひご興味ある方は今後見ていただきたいなっていうふうに思います。この動画が良かったらチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。あんにょ。